昨年の11月に私は TMF の動画をアップしました。はい。その時はですね、かなり、まあ、えー、そこからの這い上がりで、ね。で、まあ、安い。もう、下落真っ最中で、そこからちょっと上がるかどうかぐらいのところでね。で、買い場買い場っていうね、声が多く上がってたんで、で、そのような動画をアップしました。どういう動画だったかっていうと、 tmf 今買い場って言ってる人はやばいですよと。年足とか月足見てごらんと。圧倒的な下落トレンド、大きな下落の波があるので、ね、多少ここから反発したとしても、そこからね、落ちていく可能性があるということ。だから、しっかりそこ打ちを確認しましょうと。年足月足で下落っていう形になっているんだから、最低周足、できれば月足の戻り高値なんかを上抜けて、そこから買いを判断すると。 言、はい、うね、私のメッセージ。で、この時はね、別に、えー、こっから下げるでしょうとか、上がるでしょうっていう断定的な予想とかは一切していません。はい、それもね、ちゃんと私言っているんで、それも振り返りたいと思うんですけど、ま,あ、まずはですね、はい、ちょっと私がどういうことを言ったのかっていうのをね、えー、はい、ちょっと振り返っていきます。えー、このにいました でね、ETF ですね。これを買い場って言ってる方がちらほら見るんですけど、そういった方はね、全くチャートが分かってないということで、非常に危険なんですね、私からすると。パッと見たらもうすぐ分かるんだよね。その話をね、まあ、理由などについてお話していく、はいさ、えー、てということであったりとか、あとね、3分34秒。3分34秒。はい。週足の この上昇トレンドになりましたと言って、よっしゃ、ここで買いだって言って、しばらく買いで放置してたとします。だけど、これがね、短命で、この辺でこうなったらどうします、まあ、ロスカットするってことはあまり前提と考えてない人は、おそらくね塩漬けすると思うんですよ、うん。ということも言いました。で、え結局、今のチャートはどうかっていうと。 そうですね、この辺まで行って、ね、今私言ったのはもしここをねこういう戻り高値、ね、上抜いてこうなったらどうしますかって、ね、予想じゃなくてこうなったらどうしますかって言ったんだけどまあそこにはまだ至ってないですね、はい、ここの安値まではブレイクしてないです安値ブレイクするとまたさらに続落していきやすいということなんですけどそこの答えはねまだ出てないです。 はい。ただ、ここからぐんぐん上がっていくというイメージで買われた方もおそらく多かったと思います。はい。そんな中で、今のところ、この高値ね、昨年ぐんぐん上がって付けたこの高値に対して、61.8ぐらいのところでとどまっている。上にも下にも行ける形ですね。はい。であるということがわかります。あくまでね、こういう周足レベルで確認できる節目、 はい。ここを節目とする見方もあるんだけど、まあ、これはちょっと節目としては、今の私の見解では、週足の戻り高値って言いづらいかなって。誰が見てもわかるような週足の節目って言ったら、ここなのかなと。週足の戻り高値を上抜けて、その後、2波3波という形になったら、それは、月足の上昇トレンドへのチケットが手に入るかな、どうかなっていう。ようやくそこでね。はい。なので、最終的にはやっぱりね、月足の戻り高値、こういうところを上抜いて、 上げていくと。月足の上昇トレンドとなるということで、晴れて底打ち確認ができるんだけど、え、こういったところで買うと、そこからね、さらにズドンって下落を食らってしまう。いわゆる、まあ、短期的な上昇の騙しである可能性が高いんで、短期トレードで、え、ちょっとこまけ、こまめに利確して売買できる人はいいんですけど、大体の、え、大勢の方々はですね、一度買い注文出してしまうと、え、そのまま、あの、塩漬けにして、 まあ、それでね、上がってきゃいいんだけど、損したらどんどんズルズル塩漬け、みたいな形になっちゃうよね。そういうのはよくあるあるなんで、ですので、まあ、一歩立ち止まって、チャートをね、まあ、俯瞰して、大きな下落トレンドなんだよ。果たしてね、これで底打ち確認って言えますかっていうね。そういう問題提起でもあったんですね、この動画は。この当時私が言ったことと、今、私の見解、全くブレていません。はい。ですが、まあ、残念なことにですね、 残念なことにですね、あの、その後ね、私がこれアップした直後に、このような数ヶ月の上昇があったもんですから、まあ人々はね、強気になって、で、その強気余ってですね、私にまあこのようなコメントが、思いっきり上がってるじゃねえか、何がチャート分析だよ、信用して損したじゃねえかよ、20いいねだったりとかね、まあいろんなコメントいただきました。はい、チャート分析とか恥ずかしい、ね、13いいね。 ね、ちょっと再建に対する解析が稚拙です。あ再建に対するあのあの解析は一切してません。テクニカルの話しかしてないです。はい。これを見て手放した人かわいそうすぎるとかね。はい。えー、とかね。まあ色々、いろいろ、いろいろ書かれました。うん。祝。めっちゃ儲かりました。儲かったのはいいことだと思いますよ。はい。早、え、期、ー、感の時が買いです、えー。テクニカル意味がありません。というね、コメントだったりとか。まあ、ほんね、うちのチャンネルよくあるあるのコメントですけどね。はい。 うんね、銘柄の特性も分からず、その浅さの分析をよく、えー、動画にできたなと思いますね。テクニカルのみで相場が動くなら誰も苦労しない。えー、あなたの考えはスキャの考えでしょうって。いや、あのね、上に行く、下に行くって話はしてないんですよ。はい、私はね、予想はしてないです。未来人じゃないんで。えー、もう一回ちょっとね、それ、えー、ちゃんと撮ってますんで、13分59秒で私言ってます。13分59秒、ちょっと見てみましょうか。うん。13分59秒。 うん、ここから下落しますよって言うんだったらね、そういう話もあるんだけど。立ってるんですよね、はい、ですので、チャートを覚えるなり、私がどういう何を言ってるのか、私的にはこれ、当たり前のこと言ってるんだけど、これ、分からない方は、あの本当、皆さんの資金を守るために、ねはい、勉強された方がいいと。 この後どうなるか分かんないですよ。私、未来人じゃないから、この後下がるか上がるか分かんないけど、その上がっていくっていう、このね、事実を見て、そこで判断してトレード、張っていくんですけど、今、絶賛下落中ですよね、対局。うん。年足で下落トレンドなの,のに、なんでね、日足の上昇トレンドで入るのっていう話なんですよね、うん。長期塩漬けで低減状態になってね、でどんどん減っていくと、大金が。 うん、そういうことになりかねないんで、あの、うん。まあ、あの、長期塩漬けかどうかはともかくですね、まあ、結局今はどういう状況かっていうと、そうですね、週足のこういう戻り高値は上抜けたものの、その後、ずるずると下落し、で、今横ばいでちょっと若干地は上がりして、こっから、 上げてていいくかかどうかっていうっところですねでここでももう一回あの申し上げたいんですけどこの後これを上に抜けていくのかここの安値を割ってね、はい、さらに深掘りしていくのかこういう予想動画ではありません予想するものじゃありません、はい、環境認識です、はい、今、えー、こういうね長期足これ週足なんですけど月足なんかで見た方がいいのかなうんこういうのすごいやっぱ大事なんでねはい ね、あの、これね、月足なんだけど、月足でここのトップね、580とかからずっと下落していて、今、こんな状況ですね。こんな状況ですね。はい。上がりそうで上がらない。上がりそうで上がらない。上がりそうで、みたいな。そういうのをね、ずっと繰り返しています。はい。ですので、こういうのって、まあ、年足でも崩れていますんで、月足もずっと下落トレンドなんで、本来だったら、月足の戻り高値、ね。 月足の戻り高値どこって言ったら、安値更新前の高値ってここなんですよね。うん。ここを上抜くことが果たしてできるのかどうかっていうことを確認した上で、ね、確認ね、上抜けしました。じゃあ、押しの、ね、押し目買いのスタンスで、ね、この年足の大きな下げをようやく、はい、えー、取り戻せるかなと。 いう期待を持って買うかどうかっていうところなんですけどね。だけど、まあ今現状どうかって言ったら、月足はおろか、月足はね、どこかっていうと、えっとね、月足ここなんですよね。うん、足はここなんだけど、月足はおろか、週足の戻り高値、ね、ちょっとヒゲで上抜いて、で、ズルズルと、ね、61.8%まで下がり、それ以下まで下がり、今、そのあたりをうろうろしてるっていう状況なんですよ。はい。ですので、私は別にね、 その8ヶ月前に、こういう展開になるっていう予想を当てたぜ、どやー、みたいな。そんなこと言う気全然ないです。うん。あの、この時言ったように、上か下か予想するものじゃなくて、今の環境っていうのはめっちゃ下げてる状況なんだから、ね。その、そこ打ちの兆しっていうのは、ある程度の事実を持って、ね。上げっぱなしでそのまま行っちゃってね、行ってらっしゃいってことなかなかないんで、月足レベルでね、こういう戻り高値、ね、上抜いた。ね。上抜いたっていう事実を持って、 で、その後え、月足で今度陰線が来た時にね、おしめ買いをするかどうかっていう、これなんですよね。これがなんで伝わらないのかなって。うん、で、まあ、先ほど私が昼間にアップしたナスダック100と SOXL の動画はまさにね、そういう話をもっと短い時間軸の4時間に、4時間足に落とし込んで説明しました。この時で言った話と、今日言った話と、私が8ヶ月前に言った話、全く一緒なのね。 全くブレてないんですよ。はい。だから、この後、こういうふうに落ちていく可能性ありますから、やっぱり上昇というものをね、事実を見て、で、その後、後出しじゃんけんじゃないけど、押しを見て入っていくと。じゃないとなかなかね、このずっと年々下げているようなチャートに逆らうのは、まさに、えー、落ちるナイフを掴んでしまうということになりかねないということ。これね、もう本当は当たり前のことなんだけど、もの、なんでこんないっぱい批判が来るのすごい来るでしょ。 で、この批判が来るときっていうのは、あの、この上がってるとき限定でした。はい。この8ヶ月前、7ヶ月前、6ヶ月前、このとき限定でした。で、その後下がっていったときは、ピタッと、ピタッとこのコメント止まりましたね。はい。批判コメントなくなりました。はい。ですので、いろんなね、恥ずかしいとかも書かれましたけど、でも、この時に言った私のね、主張。 で、今、私が思っていて、言っている、皆さんに伝えたい、ね、なかなかその落ちるナイフ掴むっていうのはね、はい、その後上がっていくだろうっていうね、まあその、上がればお金が増えるから、ね、なんとか増えてくれ、上がってくれって思う、ね、気持ちはよくわかる。で、その気持ちを別にむしり取る気持ちはないんですけど、ただ、チャートって本当にね、騙しが多いんですよ、うん。何が悪かって人が悪じゃなくて、なんか騙しっぽい。うん、まあ、 まあ、tmf はともかくね、まあ、例えばその、草コインのなんかあの、ほら、仮想通貨のね、マイナーなやつとかでさ、ものすごい上げといて、で、ズドンって突き落とすようなポンジスキーム詐欺みたいなチャートだったりとかあるじゃないですか。はい。ああいうのがね、やっぱり、 あの、あるんですね。買わせて落とすみたいなところがあるんで。なので、私が憎いのは、人がどうだとかそういうんじゃなくて、やっぱりチャートっていうのはね、ある程度、その時のその、なんか期待値とか、願望とかで、上がれ上がれって、こいつ下がるって言ってる、なんか攻撃してやれとかそういうんじゃなくて、はい。え、チャートっていうのをね、まあ、ああ、木を見て森を見ずってよく言いますけど、全体を俯瞰して、今どういう状況なのかなっていうのを、こういう上位足、はい。対局で、ね。 対局でこうやって把握すると、果たしてここがそこって言えますかって、まだ分からない。分からないんだけど、答え合わせはね、完全にまだ決着ついてないんだけど、分からないよねっていうことが分かるということですね。はい。で、そこにそのテクニカルがどうだとか、ファンダーがどうだとかね、そういうあの論争をする気はなくて、とにかく私はこのチャートを見て、そのように感じますよということ。で、8ヶ月ぶりに答え合わせをすると、いやー、別に対して上がってないよねと。 うん、どんどんこっから上げていきますよって、あなたね、何を言ってんのって。うん、チャートのね、線引いてもわからんでしょうみたいなね。そういうこと書かれましたけど、結局こういうふうになっていると、うん、いうこと。この8ヶ月間で、まあ10%だとしたら、他のところにね、資金置いといと置いておいた方が、機械損失にならずに済んだよね、みたいなね。まあ NVIDIA なのか、Apple なのかわからないけどね、うん。っていうのがあるわけじゃないですか。はい。ですので、まあ、明確に答えは出ていないものの、 ね。果たして TMF はあの時本当に買い場だったのか。ね。ほとんどの人はこういうてっぺんで理覚するってことはしません。一度買ったらもうしばらくはずっとホールドですね。はい。で、この8ヶ月で10%っていうパフォーマンスに対して、果たして本当に買い場だったのかって言ったら、ちょっと微妙ですよね。はい。微妙ですよね。ですので、このコメント書かれた方々、恥ずかしいとか私書かれましたけど、ね。 はい。別にチャート分析が絶対っていう気はありませんし、ね、その後の上、下を別に未来予想した動画でもありません。で、恥ずかしいっていう風に言われましたが、今、現状、TMF がどういう状況なのか、ね、で、チャートをね、こうやって対局引いてみていただいて、私がこの当時言ったことを、はい、を再度、はい、見直してみてください。まあ、その後ね、また、ここ安値割るとか、 ね、戻り高値上抜けるってなったらね、また動画を出したいと思いますけど。はい。まあ、いい勉強材料になったんじゃないかなって、はい、思います。はい。まだまだね、決着ついてないから、はい。また追っかけてはいきたいと思いますが、まあ、あの、この8ヶ月前にね、はい。まあ、 タイトルがね、ちょっと煽りタイトルではあるものの、はい、そこにはね、私なりの tips みたいなものを込めて発信しましたんで、はい。だから、またここでね、バトルをしてっていう気はありません。はい。ですので、私なりにね、何かしら有益な tips を盛り込んでアップして、ね、えー、まあ見てもらったわけだから、 まあ少しでも興味ある方ですね。こういうふうに批判書かれた方も、ちょっとね、まあ目を覚ますなりなんなりで、チャートに興味を持つきっかけとしていただけたら幸いです。はい。そこ打ちってね、なかなかね、判定が難しいです。ね、ここがそこって当てるのなかなか難しいですよね。ですので、まあ出たとこ勝負で、上抜けれるものなら、月足の戻り高値上抜いてみって、結局上抜けできてません。 ね、ぐん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 上がっていくっていうね、ファンダメンタル、ファンメンタズの分析的にはその当時はそうだったのかもしれないけど、結局ね、ファンダメンタルズも先行きやっぱり分からない。1年後2年後ね、どういうファンダなのかっていうのはなかなか分からないですよね。テクニカルも同様です。はい。こういう形を作っているから、だから上がっていく、下がっていくっていう未来予想はできないんですよ。未来予想できないながら、 ね、不確実な中で皆さんの大切な資金を A やって投入する最低限のね、底打ち確認みたいなものをこういう圧倒的なギャラクチャートっていうのは、やはりね、ま、しっかり石橋、本当にね、あの、叩いて、 壊れないかっていうのを確認して、なんならもう壊して渡らないぐらいの、そういう気持ちで臨まないと、これはね、本当に落ちるナイフを掴んでしまうことになりかねないんで、はい。ですので、そういったことを理解していただきたいなということで、こういったコメントね、はい、いっぱい書かれましたが、改めて動画をアップさせていただきました。はい。そんなわけでね、TMF ね、今後もまた推移を追っていきましょう。本日は以上です。ありがとうございました。